ケビン・オグレツリーは、ニューヨークシクイーンズ区出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションは、ワイドレシーバー。バージニア大学時代、二度アトランティックコーストカンファレンスのオールチームに二度選ばれた。2006年シーズン終了後、手首の関節強視化手術を受けた。2007年3月、全十字人体を断裂、手術を受けた。 怪我から復帰した2008年には、チームトップの58回のレシーブで753ヤード 5TD を上げた。3年次終了後、NFL ドラフトにアーリーエントリーしたが、2009年の NFL ドラフトで指名されなかった。ダラスカウボーイズのトレーニングキャンプに参加、プレシーズンゲームで印象に残るプレーを見せて、9月6日に契約を結んだ。2009年は、 7回のレシーブで96ヤードを記録した。2010年は7試合をインアクティブで過ごし、キックオフリターンの際、つま先を負傷して故障者リスト入りしたため最後の3試合に欠場、6試合の出場にとどまった。2011年、リハビリで怪我から復帰、オプションレシーバー、キックオフリターナーとしてプレーした。2012年3月16日、 カウボーイズと再契約を結んだ。開幕を第 3WR として迎え、開幕戦のニューヨークジャイアンツ戦では8回のレシーブで114ヤード 2TD を上げた。11月4日のアトランタ・ファルコンズ戦では3回のレシーブで96ヤード 1TD を上げた。この年次コベストの32レシーブを記録した。2012年シーズン終了後、 フリーエージェントとなった彼は2013年3月13日タンパベイバッカニアーズと契約を結んだバッカニアーズでは4試合に出場8レシーブ70ヤード 1td の成績を上げた後解雇された第4週のアリゾナカージナルス戦では5回のレシーブで30ヤードを獲得していた10月2日デトロイトライオンズと契約を結んだ 感謝祭の日に行われたグリーンベイパッカーズ戦ではワンハンドキャッチでの TDE を挙げた。この試合で40から10と勝利したライオンズはサンクスギビングゲームで10年ぶりに勝利した。ありがとうございます。